肉体の悪魔は、フランスの作家、レーモン・ラディウェの長編小説。現代は、魔に疲れて。ラディウェが16歳から18歳の時に執筆された作品とされ、第一次世界大戦を背景に、法相と無意に陥った少年と、出生中の夫がいる人妻との恋愛悲劇が、冷徹で聡明な洞察力で描かれている。年に出版された、この作品は、 ラディゲの諸女小説で代表作でもある。ベストセラーとなり、映画化もされている。1917年、第一次世界大戦の最中、僕は、年上の女性マルトと恋に落ちた。マルトには出生中のジャックという婚約者がいて、間もなく二人は結婚したが、その時には、マルトのジャックに対する愛は冷めていた。夫が前線で戦っている間、僕とマルトは、 毎晩のように愛し合った。そんなある日、マルトが僕に妊娠したことを打ち明けた。ラティゲの諸女作であるが、出版の年の1923年末に彼は死んだ。ラティゲは、登場人物も事件もすべてフィクションで、自助言的小説ではないと、私の諸女小説という短文内で述べたが、自らの体験から生まれたものであることは否定せず、客観的に見ても、 自伝的要素が含まれていることは、疑いの余地はないものである。その明晰かつ分析的正確さの点で、スタンダールやラファイエット夫人らの小説と比較される。ありがとうございます。